イエナプラン教育とは、ドイツのイエナ大学の教育学教授だった、ペーター・ペーターゼンが1924年に、同大学の実験校で創始した、学校教育。子供たちを、トンカングループと呼ばれる、異年齢のグループにして、クラスを編成したことに、大きな特徴がある。イエナプラン教育という名称は、1926年に、スイスのロカルノで開催された、 新教育フェローシップの第4回国際会議で、ペーターゼンが大学実験校での実践を報告した際に、ネフの秘書だったクレア・ソパードとドロシー・マ・シューズとが、イエナ・プランと命名したことに由来している。この会議での報告をもとに刊行された、ペーターゼンの本は、小さなイエナ・プランと呼ばれ、今日まで、イエナ・プラン教育関係者のバイブル的な存在である。 家ナプラン教育の特徴として以下のものが挙げられる。学級は異年齢の子供たちによって構成される。通常、3学年にわたる子供たち、例外的に2学年にわたる子供たちの場合もある。学級は根幹グループと呼ばれ、学級担任の教員はグループリーダーと呼ばれる。 毎年新学年になるごとに年長の子供たちが次のグループに進学し新しく年少の子供たちがグループに参加する原則としてグループリーダーは交代しない学校での活動は会話、遊び、仕事、催しという4つの基本活動を循環的に行う会話はサークルを作ってグループリーダーも生徒と共に参加して行われる 遊びは企画されたもの、自由遊びなど様々な形態が用いられる。仕事は、自立学習と共同学習の2種類がある。催しは、週の始めの回、週の終わりの回、特別の年中行事、教員や、生徒の誕生日などで、喜怒哀楽の感情を共有して学校における。 共同体意識を育てることに目的が置かれている。また、この4つの活動を循環的に行うために、時間割は強化別で作られず、4つの活動のリズミックな交代を元にして作られる。生と仕事の場としての学校。学校は、子供と教員と保護者とからなる共同体とみなし、子供が大半の時間を過ごす場として、 リビングルームとしての環境づくりを強調する。学校教育の中核としてのワールドオリエンテーション。教科別の学習をつなぎ、それに基づいて学ぶことを学ぶために設けられた総合的な学習の時間が尊重される。インクルーシブな教育を目指し、生徒集団を可能な限り生の社会の繁栄として捉え、構成しようとする。そのために、早い時期から、 特別のニーズを持つ、障害児らの入学を積極的に認めてきた。ペーターゼンは、第二次世界大戦前、イエナ大学の実験校で、6歳から15歳までの子供を対象にした、学校教育、幼稚園、特殊教育で、イエナプラン教育を実践した。ナチスの支配期には、同校は、政治的圧力のもとに置かれつつも並行されることなく、存続し、それが、 今日まで、ペーターゼンの政治的立場を批判する論評の原因ともなっている。第二次世界大戦後、ペーターゼンは大学実験校の存続と再編成を試みるが、イエナが共産権に置かれ、ペーターゼンは共産主義政府当局に対立し、同実験校も1949年に並行となった。その後、ペーターゼン自身は西ドイツに亡命し、 1953年に亡くなっている。西ドイツでは1950年代と60年代にいくつかのイエナプラン校が設置されたが、ペーターゼンの死亡や東西ドイツ対立などのためにドイツ国内ではあまり大きな発展をしなかった。むしろ、下記に述べるようにオランダでの発展が先行し、現在ドイツにおけるイエナプラン教育は 最高運動として行われているものと、オランダでの実践に習って設立されているものとがある。ただし、オランダに比べると、学校数は少なく、教育界における影響力も比較的小さい。現在、イエナプラン教育が最も盛んなのは、オランダである。また、オランダにおけるイエナプラン教育は、ペーターゼンが打ち立てた基礎に基づきつつも、さらに、 フレネ教育や欧米各地の無学年制の学校や、異年齢学級の実践からの影響も大きい。オランダに初めて、イエナプランを紹介したのは、スースフロイデンタールルター、スワスフロイデントルラッター、1908-1986、で、彼女は、当時オランダの新教育運動の母体組織であった、養育。 教育刷新研究会の国際交流部門の秘書だった。スース・フロイデンタールがイエナプラン教育に出会ったのは1950年代であると言われているが、イエナプラン教育がオランダの教育者たちに公的に広く知られるようになるのは1964年にイエナプランによる教育刷新というテーマでほぼの全国総会が行われてからである。この総会には 生前、オット・ペーターに協力して、イエナ・プラン教育の発展に努めたエル・ゼ・ペーター前も招かれていた。その後、1969年には、イエナ・プラン教育財団が設立され、財団関係者の交流のために、機関誌、ペドモル・フォーゼが刊行された。オランダで、最初のイエナ・プラン校は1962年に設立されている。以後、オランダ憲法を、 第23条の教育の自由により認められた教育理念の自由、学校設立の自由、教育方法の自由などの好条件に支えられて、イエナプラン教育を採用する学校は順調に普及発展を遂げ、現在ではオランダ国内に約220校のイエナプラン小学校があるほか、数校の中等学校もある。現在はイエナプラン教育財団に代わり、 オランダイエナプラン教育協会が設置されており、毎年参加校の教員及びイエナプラン教育の専門家を集めて全国総会を開催するほか、面戦、キンデレンという機関誌を発行してイエナプラン教育関係者の間の交流を深めている。ドイツに起こったイエナプラン教育とオランダのイエナプラン教育の最も大きな違いは、 校舎がオープンモデルを強調している点である。それは、イエナプラン教育を形式的、原理主義的に模倣するメソッドとしてみなす立場を否定し、ペーターゼンが打ち立てた基本的な考え方をコンセプトとして共有しながら、教育関係者が独自の個別の状況に合わせて自分自身で応用的に実践することを進めるものである。そのために、 オランダイエナプラン教育協会では、独自にイエナプランの20の原則を、公案、1991年の全国総会で、文言を全会一致で承認。以後、オランダのすべてのイエナプラン校は、この20の原則を学校用欄に掲載し、生徒や保護者に明示して、教育活動を展開することとなった。ペーターペーターゼンの小さなイエナプランは、 1984年に、明治図書出版が刊行した、学校と授業の変革、小イエナプランで紹介された。オランダにおける、イエナプラン教育の実践については、長く知られていなかったが、2004年に、リヒテルズ・ナオコが、オランダの教育、多様性が、一人一人の子供を育てるの中で紹介し、さらに、2006年に、オランダの個別教育はなぜ成功したのか。 イエナプラン教育に学ぶで詳細を紹介している。2010年10月11日、日本でイエナプラン教育に関心を持つ学校教育関係者、研究者、一般市民らが集まり、リヒテルズナオコを代表として日本イエナプラン教育協会が設立されている。2016年夏には初の全国大会を名古屋で開催した。2019年には 長野県作保町で、日本で、最初のイエナプランスクールが開校し、注目を集めている。ありがとうございます。